こんばんは、まさ46494です。かなり久しぶりのボイス入りっていうか実況入りですが、今回はパズドラのランク450超えたんで撮っていきたいと思います。ちなみにこのね、ランク前回400の時に動画上げたんだけど、結構ね早いペースで450まで来ました。その訳というのを説明したいと思います。こういうことですね気持ち悪いこのだるまの数ということで、なんだっけ、例のやつを回してました。群馬コラボを限りなく回しました。っていうか、終わりがあと1時間ちょっとなんで、それ終わるまでちょっと回し続けていきたいと思います。そういうことで、500にも多分すぐ到達するかなと思います。まあ頑張っていきたいと思います。っていうか、これ終わったらランク上がるスピードは遅くなると思うから、あれだけど。っていうことで、まあそんな消化することもないんだよね。あんま変わっ、あ、引いてないから、まあボックス紹介はいいかな。ただ、新しいやつで、あ、そっか、ちょっと、サクヤさん。サクヤさんとベルダンディの究極、どっか癖進化。これが、ベルダンディの究極進化です。と、あと、サクヤの覚醒バージョン。待って。これ、覚醒サクヤ、つうことで、こんな感じです。まあ、サクヤ4体いるからね、普通に退化させないでやりました。ということで、まだ覚醒はまだしてないです。ただスキルマです。まあ、使い道がまだちょっと分かってなくて、あれだけど、あれなんで、ちょっと頑張ってあれします。あと、プラスが、アマテラスが今、いくつだっけ、279です。なんで、あと18で297になります。で、これで5体目かな。で、今、余ったプラスは、この子、ウルドさんに打ってます。はい。出た。あ、そんなのかな。まあ、この気持ち悪いだるまさんは、あと少ししたら売りたいと思います。で、まあ、チームはそんな変わってないかな。ラーと、まあ、覚醒アヌビス。まあ、まだ使ってないです、そんな。ウルドさん。まあ、パンドラッコも来て、ゴンさん、サラス、カーリー、スクルド、スクルド、あ、違う。ユミンサチ、ちなみに、スキルターンが1短縮されたんだけど、1体こうしたら上がりました。あ、ゴールデンじゃないやねんか。で、アマテラス。みたいな感じです。ということで、ね、早すぎたから、そんなモンスター来てないんで、こんな短縮、召喚みたいな感じになっちゃいました。つうことで、まあ、群馬を回していきたいと思います。まあ、今日中ね、460ちょっと目安としてやってたんで、まあ、どうかなと。まあ、あと、なんだっけ、進撃の巨人シリーズ10回ぐらい引こうかなと思ってるんだけど、どうかなと思って、そんな、すげえ欲しいかなっていうものでもないんだよなと思って。ただ4ターン軽減の子が1人いて、ちょっと気になるやつがいます。はい。あと、ゴッドフェイスが3日かな来るんだけど、それは引こうかなと思います。5回かな ?5 回は引こうと思います。狙い目はカンナさんと、あと、フェイスの、なんだっけ、サツキじゃなくて、サツキだっけ違うの。なんだっけ。あれ。あれでだよ、あれで。オッケー。切って。やつは、やっとレベル1になったんだよね。あ、いた。すみれさんのシリーズの、ヒート、キックのやつを、切りたいかなと思います。4倍みたいなんで。まあ、その理由として、この子、もうそろそろ処分したいので。ということで、こんな感じです。まあ、早々に
ランク500とか行きたいと思います。無課金の人でランク一番高い人って誰なんだろうと思って全然わかんないんで、はい、ということでこんな感じです。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。じゃあね。